の言葉意味も貸さずに喧嘩の最後はいつもごまかすために抱き寄せた愛を振りかざしながら少しずつさえ入れちゃくれなかったんだよ。お前の家族は俺たち二人を許したわけじゃなかった。両手に抱えたみんなへの土産、近くの川に捨てたんだ。派手な色をしたプレゼントがゆっくり川を
流れる。行き場をなくしたお前は雪の上にしゃがんで泣き始める。俺だって悔しくて一緒に泣く以外に手立てがなくて、その日最後の上り電車で俺たち都会へトンボ入り。今日から俺は変わる、見ててくれと抱きしめた。まるで世界の隅っこに俺たち二人落ちだ。世界の隅っこに俺たち二人ぼっち。世界の隅っこに。時の流れが俺の心まで変えるなんてひどいよ。あんなに愛したお前の笑顔が色褪せてくのはなぜだ。お前が待ってる部屋へ戻れずに、あてもなく街をさまよう。築き上げてきたいろんなものが指の隙間をこぼれる。行き場をなくしたお前は床の上にしゃがんで泣き始める。視線をそらしたまま言い訳の言葉を考えていた。その日は何かの記念日で忘れてた俺を君が責める。曖昧にうなずいてわからぬまま抱きしめた。まるで世界の隅っこに俺たち一人ぼっちだ。世界の隅っこに俺たち一人ぼっち。世界の隅っこに。曲が多い。俺は耳コピーをやってみたんだ。カセットテープ巻き戻して、こまめに再生ボタン押して、ラジカセに耳を近づけたんだ。だけどチューニングすらわかんない。お手上げ、高校2年夏休み、
ゼッペリの3枚目は彼
構わない、愛がなくたって食べてはいけないし、愛がなくたって楽しくやるし、愛がなくたってどうにでもなるし、
あ、もうやんの？はい、イーストコートへようこそ。あと配信ご覧の、皆さんは、私の前に、ちょっと愛想の悪い、日語りの方が、陰気な感じで MC なしで、ワンステージやったそうなんで、私はちょっとフレンドリーに、やってみたいと思います。よろしくお願いします。月を見ていて汚れた雲に腰掛けて、あれはきっと夢の中、夢の中のこと、空を照らす僕らの街、家も友達も赤い月の下、星が合っていたのはこの未来、こんな風景、これは夢、夢の中のこと、黒い森を歩いてて、重たい木々に導かれ、あれはきっと
映り込んでると思うんですけども、非常にこういろんな機材に囲まれてですね、次の曲はキーボードでも弾きながら歌うじゃないかとか、期待されている方もいらっしゃるかと思いますが、決してそういうことはなく、この後お友達が増えることもなく最後まで一人で、もしかしたら最後の後でシンバル蹴ったりするかもしれませんが シチュエーションが、夏の歌を聴いていただこうかと思います。君と二人して
今日はあの有観客で、お送りしてるんですけども、まあ、こういうことは言っちゃいけないんですけども、こんなにいつもより全然多くの方々に見ていただいてるんで、ちょっと、目のやり場に困ってるとか、目の置き場に困っております。
支払いに困った時にだけ訪ねてくる、ささやきさえない部屋の中抑え続けてきた言葉にも中の妻と傍らの犬はただ見つめてるだけ、幻の中をさまようような一日を振り返り振り返り、さあ見ついて開かない。それじゃあもう一曲だけお付き合いください。この後、この辺の持ち主がやってまいりますので、今日初めて、このお店でこの配信で、初登場っていうんですか、ありきたりな言い方するとベールを脱ぐっていうんですかね、ノーブルコップスさんでよろしいですか。ノーブルなホップスさん。ホップスは、ホップはあれですか、ビールのホップですか、じゃない。そうです。あ、ノーブルな感じですね。で、私そのバンド のドラムがドラムの師匠ですので、これが終わったら、がっちりかぶりつきでガン見させてもらおうと思ってますので、どうぞ皆さんのチャンネルはそのままで。じゃあ今日は、最後まで楽しんでってください。どうもありがとうございました。ハザードとサイレン
熱を探してる。どうにでもなるはずの明日、今ではこんなにも難しい。遮るように風が舞い立つ道、
ローブルホップスと言います。バンド名の由来ですね。なんだっけ、上質のホップということで、あのいい良いビールができるかなと、そういう感じのバンド名にいたしました。では、1曲目が今、ウフフフという、エポさんですよねの曲をやらせていただきました。で次の曲なんですけど、これは多分誰も知らないんじゃないかなと思うんですけど、あのトイレの神様で有名になった上村かなさんの、まあの曲の曲です。はい。マイフェバリットソングスという曲をやります。くれた、ワウワウ
じゃあ、メンバーを紹介したいと思います。キーボード、テラちゃんこと赤木さんです。じゃあ、他のメンバーは次の時に紹介しますなんかどっかのライブでこれやってたんでね、いいなと思ってちょっとパクりました。じゃあ次の曲は、薬師丸ひろ子さんのウーマンです。次の曲は、
90年代になるのかな、どうなるのかな、うん、まあ違う、80年代、いや20年代じゃないの、2000年代、うん、あ、本当、うん、なので私もまあヒットしたので、あのすごい、まあサビのとことかは知ってたんですけど、え、何この曲っていう感じの、 あまりこう好きなタイプの歌詞とあれではない曲でございましたが、頑張りました。あの片思いの女性のちょっとストーカーっぽい雰囲気を持つ女性の心情を頑張って歌いたいと思います。誰よりも好きなのに、話せるよと笑う顔が
うん、今の曲は、はい、じゃあ、バンマスの今井さんです。吉高くんです。よろしくお願いします。拍手ください。じゃあ、次の曲は、まあ、この年代の方だったらもう誰でも知ってるという、あの日に帰りたいユーミンです。帰りたいの練習を始めた時にまさかあのコーラスやらされると思わなくて、自販で歌えとちょっとここの最初と最後、最初と最後も歌ってみたいな、もうへーみたいな、すいません歌えないこの場で愚痴を言うの弾きながらここしか歌えないの、歌えないここしかないの、ね、では、メンバー紹介、最後は、ボーカルの山部です。よろしくお願いします。
あのちょっとどれぐらいのスパンでライブとかやっていくかはちょっとまだ完全に未知数なんですけども、まあこれからもちょっとぼちぼちこういう、コピーを、まあ、いろんな曲をねピックアップしてやっていこうなんていうふうに思ってますので、今後もまた機会がありましたらぜひよろしくお願いします。じゃあ、次が最後の曲になります。ありがとうございます。渡辺美里さん、マイレボリューション。You